見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日もですね、この自分を大切にするっていうことのですね、シリーズ編のその2に入りたいと思います。今回はですね、自分を大切にするっていうことの勘違いでですね、こう、どつぼにはまってどんどん悪い方向に行ってしまうというところですね。そのところいろんな方々を見させていただきながら、あ、ちょっと履き違えてるなというところがありますので、そのところのお話に入りたいと思います。では、画面の共有に入ります。自分を大切にするシリーズ編のその2になります。自分を大切にすることの勘違いで失敗してしまう人というところですね。このですね、例えば自分の心がすごいイラつき、怒りを感じたと。で、その怒りを抑え込むんじゃなくて、自分を大切にするから、その怒り感情をちゃんとボンと周りに伝えました、ぶつけましたと。いうふうに、自分、私は私を大切にするから、私の感情をちゃんと出すのよ、というふうに、ですね、すると。これはですね、この、量子のレベルで何が起こってるかっていうと、私たちの意識、感情っていうのが、フォトンっていう素粒子、バイオフォトンっていう素粒子でですね、これアルバート・ポッパー博士がおっしゃってるんですけども、そのバイオフォトン、怒りの素粒子を、この自分がカチンムカつくってこうなりました。クレームをボンとぶつけます。家族にバンってこう、文句を言いますと。っていうふうにして自分を大切にしたからちゃんと感情を伝えましたと。響か、あの、ぶつけましたと。いうふうにすると、素粒子の世界で何が起こってるかっていうと、怒り周波数を周りにバーッとこう広げて揺らすので、自分が怒りのパラレルをどんどん怒りの濃さを濃くしてるような感じをやってるんですね。じゃあ、よくやりがちな昔古来ね、善と、正しいとされている、この怒りを出す、ぶつけるなと。で、この怒りを抑えなさいというかね、いうふうな感じもあったかもしれないんですけども、私もずっとそれで育ってきたんですが、そうすると苦しいんですね。で、それ、量子のレベルで何が起こってるかというと、怒りフォトンを怒っちゃダメ、怒っちゃダメってこう、自分に押し込むとですね、怒りフォトンどんどん溜まりますと、今日100個、100粒溜まりました。今日300粒溜まりました。今日ね、また300粒溜まりました。700粒になりました。みたいに。で、ある臨界点超えたと、ガーンってこう、なってしまうと。のが、この怒りを抑えるっていうことなんですね。で、またドッカーンってやっちゃった時に、また罪悪感感じちゃうとか、あと、怒りフォトンにそれはダメって、怒りはダメってやると、怒りフォトンにダメフォトンをかけるから余計落ちてしまって、どんどんこの、力が弱くなってしまうんですね。じゃあ、外ぶつければいいじゃんと。そうすると、怒りパラレルをどんどん濃くしてしまう。周りに広げると、怒りの世界をどんどん自分が濃くしています。イメージで言うと、この綺麗な絨毯に自分が牛乳をバーンと撒いちゃうような感じに、自分の住んでる世界をですね、怒りでバーンってこう汚しちゃってるんですね。で、私は自分を大切にしてるからいいのよってこう、やる。それが実は、勘違いなんですね。自分を大切にする、怒りを感じたときに自分を大切にするっていうのは、この怒りフォトンをぶつけるんではなくて、怒りに対して、それは怒るよと、わかるよというふうに、心を拾うことが自分を大切にするっていうことです。で、心を拾う、それはわかる、それは怒るの無理ないよって自分に言ってあげると、怒り、まあ人間なので生身なので怒ります。で、怒った、怒った時に、怒るの無理ないよってこう寄り添いの周波数をかけると、そうすると、怒りフォトンに寄り添いの高い振動数をかけるので、怒り周波数が高まりますよ、というふうにしてですね、怒りの粒が今日100粒湧き上がったけど、それを、この寄り添いフォトンにこう引き上げるのに、今日100粒寄り添いを増やしました、みたいな。で、今日300粒怒りのね、フォトンが出ましたと。って言った時に、この300粒がね、この、それ怒るの無理ないよってこう寄り添うと、この寄り添いのフォトンが300粒増えるみたいな感じですね。ちなみにこの100粒、300粒は、10の何十の粒で、もっと大きい数ですけども、っていうふうにこの怒りフォトンがね、寄り添いフォトンになっていって、どんどん愛深くなりました。で、この誰か別の人が、こっちの人がね、もう怒ってる時にも、こっちの私がね、そら怒るの無理ないよっていうふうに寄り添えるので、お相手にもこう愛をかけられるんですね。なので、この自分を大切にする自分の感情をちゃんと拾ってあげるっていうのは、外にぶつけると、汚してしまう。で、自分で寄り添いをかけると振動数上げてくれると。それが大切にするっていう意味なので、勘違いをしないようにですね、外にぶつければいいと。それは、周りにトゲを出しているので、
で、周りをね、トゲトゲのパラレルにしてしまうの。自分もトゲトゲのパラレル、怒りをぶつけられるというふうになってしまうので、余計悪化するっていう仕組みになっています。なので、この自分が怒りを感じて、それを寄り添うと、寄り添い周波数のパラレルに行くので、周りからも寄り添ってもらう。そらわかるよーみたいにこう寄り添ってもらったり、ご自身もこのお相手にこう寄り添えるので、人間生身の感情ゆえにいろいろ起こるけれども、多くの方々に寄り添っていただけるし、自分も寄り添えるというふうになっていきます。なので、この自分自身を大切にするっていうのは、しっかりと自分の心に寄り添って、ね、自分に優しい声かけをしてあげると。で、その優しくするっていう周波数を自分にやってるように周りにもやるっていうことが、大切にするっていう世界に自分がどん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 そのパラレルに入っていきます。パラレルイコール周波数帯イコール自分が周りを揺らすので相手も、出来事も全部それで揺らしていると。で、その世界を自分が見させてもらっているという形になっております。そうやって、素敵な人たちだらけになっちゃえば地球がね、本当に本当にこう素敵な惑星になっていくと思います。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。